落ち込んでても V 字回復すれば大丈夫。あまりさななせ、皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアのななせです。最近 YouTube で林先生がインタビューになって、森岡剛さんという方にインタビューしている動画があるんですよ。それが200万回ぐらい再生されてるかな。限定公開らしいので今も公開されてるかどうかわからないんですけど、その動画がねめちゃくちゃ面白かったです。具体的に言うと、ユニバーサルスタジオジャパンの売り上げがめちゃくちゃ落ち込んでいた時に、それを V 字回復させたマーケッターのお話ですね。V 字回復っていうのは、ご存知の方多いと思うんですけど、V 字のように谷のように落ち込んでてもそこから這い上がって復活することなんですけど、普通の人ってこれなかなかできないですよね。ひょっとしたら今の USJ があるのってこの森岡さんのおかげなんじゃないかなと思いました。でその動画で興味が出て、次の日速攻でこちらの本を購入してきました。 USJ を劇的に変えたたった一つの考え方、成功を引き寄せるマーケティング入門。今日はまずこの本はどんな方におすすめなのか、そして森岡さんはどんなすごい方なのか、最後に何が学べたかや感想という知識のレビューをしていきます。ぜひ最後まで見ていってください。この本は森岡さんが、ご自身の娘さんにも分かるように書かれた本と言われています。つまり初心者の方でもマーケティングのことが簡単に知れる、マーケティングの根本が書かれている本なんですね。実際に娘さんにマーケティングについて聞かれて本屋に行ったら、ちょうどいい本がなかったから自ら書くことにしたというエピソードが紹介されていました。実際私も書店で森岡さんの本他にもいろいろ見てみたんですけど、この本が一番シンプルで読みやすそうだなと思ったので、これをまずね買ってみたんですね。なので向いている方としてはマーケティング初心者の方や、マーケティング業界で働いていないんだけどでも知っておくとプラスになる知識が欲しい方、あとはいろんなマーケティングやってきたり本を読んできたけどなんか刺さるものがないと今悩んでいる方におすすめの本です。単純に USJ が好きとか USJ によく行く方にもいいかもしれません。いろんな USJ の裏話が聞けて、あ、そうなんだと次行った時はより楽しめると思います。森岡さんについてもなかなか面白い人生を歩んで見えて、 P&C のブランドマネージャーとして入社されてから日本のビダルサスーンの黄金期を築かれました。その後北米のパンテーンに入社されます。2010年に USJ に入社し、ハリーポッターやハロウィンのゾンビ企画など USJ を V 字回復させてから、今はご自身で戦略家やマーケッターとして会社の CEO をされています。私は、歴史ものでも強い部署よりも頭を使って戦う軍師が好きなんですけど、まさに現代の軍師という感じを受けました。その森岡さんがどのように USJ を再建させていったのか、その過程をマーケティング視点で知れるのがこちらの本です。マーケティングの本質とは売れる仕組みを作ることと本の中でも言われています。顧客の考えていることとか、どんな場所でどんな方法でやっていくのか、それが具体的な例とともに分かりやすく書かれています。初耳学の動画でも言われてたと思うんですけど、 USJ ってハリウッド映画のテーマパークとして建てられて、私も昔はそのイメージだったんですね。ET とかバックトゥザフューチャーとか大好きな映画の世界にこう入れて、小さい頃から本当にすごく好きなところなんですけど、普通ならそのブランディングを守っていくと思います。ですが実際って映画ファンがめちゃくちゃ少ないらしいんですね。エンターテインメントという業界で見ると映画ファンは10分の1くらいしかいない。そこをターゲットにしていく映画の専門店ではなくて、エンターテインメントの専門店という風に方向転換をされたそうなんですね。確かに最近の USJ って鬼滅の刃とかマリオとか、アニメやゲームの世界までテーマにしてますよね。私が好きなスターウォーズの話をしても、同年代だともう話が盛り上がる人って5人に1人ぐらいなんですよ。でも鬼滅の刃とかマリオの話はほぼ全員と話ができるんです。これですね、母数が圧倒的に広いところを狙っていったんですよね。すごいですよね。確かに私も最近 USJ 行けてないんですけど、鬼滅の刃とかマリオとかそういうとこ惹かれてね、行ってみたいなと思っちゃいます。知らない映画じゃなくて知っているゲームとかアニメだったら、より一緒に盛り上がれる仲間も増えそうですもんね。これって YouTube にも当てはまると思うんです。だから私もこの本を買ったっていうのがあるんですけど、例えばトレックっていうジャンルで、専門性をね貫いて動画投稿をしていくという選択、それももちろんありだと思います。だけど私には一生トレックをやっていくほどのトレックへの熱意とかもないし、もっとトレックスコアとか教えが上手い先生ってゴロゴロいますよね。また私の周りの友人も YouTube 応援してくれてる子がもちろんいるんですけど、トレックを受けよう
と思っている人は少ないので、やっぱ動画見てと私もおすすめできないんですよね。だからもちろんトイックだけでも10万人とか、まあ、英語だけでも20万人とかチャンネル登録者集めることできている人もいます。だけどこれを勉強という括りにしてみたら、知識という括りにしてみたらと、そう考えた時にもっと私に合った道が見えた気がしました。まあ、こういう風にね、この本から得た知識を使ってみたんですけど、でもちろん伸び悩むしトイックに特化できなくなるかもしれないので、チャンネル登録を解除されるかもしれません。まあ、現に去年1年間本当にね苦戦しました。マイナスが正直続きました。でも私は視聴者の方の人生を変えたい、トイックの点を取ってはい終わりの関係性にはなりたくないんですよ、皆さんと。そう思ってどうしても広げたかったんですね。で実際トイックの勉強されてる方って勉強に熱心な方も多いんですね。なので他の外国語とかビジネス書を読んでる方とか、常に自分を向上していってる方が非常に多いとフォロワーさんを見ていて思いました。もちろんトイックや英語についても今後も動画にすることはあると思いますし、まあ、これが果たして正解なのか今私も分かりません。だけどマーケティングは今の私の最大の悩みでもある YouTube にも使えるだろうと思い、この本で学んだ知識をもっとね使っていきたいと思いました。そんな風にこの本で学んだことは応用ができると思います。このブランディングの方向性を変えるということだけじゃなくて、もちろん他にもたくさんの戦略が載っています。まあ、具体的なテクニック知りたい方はぜひね読んでみてください。この本だと物足りないよというマーケティングにある程度詳しい方は、確率思考の戦略論という本も森岡さん出されています。まあ、実際にねマーケティングの現場に長年いて大いに成功もしている方なので、一冊でもかなりね濃いんじゃないかなと感じました。ということで最近私が注目している森岡さんの本でした。なんとですね、これ読者が選ぶビジネス書グランプリ1位にもなっていますし、マーケティングとか戦略系の他の本と比べてみると USJ が話題になってるだけあって読みやすいんですよ。説明も分かりやすいというのが特徴的だと思います。ということでちょっとでも参考になったら嬉しいです。皆さんが森岡さんのマーケティングについてちょっとでも興味が出ますように。私のチャンネルではこのように明日から使える知識のレビューをしている大人のための勉強チャンネルです。たくさんの本から得た知識をアウトプットしていってます。ぜひいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。では See you!